ガラバー皆さん、こんにちは。わけわのアレンです。アレンはこちらの大通りの方にやってきています。はい、というのもですね、今回シティモール、シティジョーンというところに今回バスを乗って向かおうと思うんですが、前回バスの乗り方間違ってしまったので、今回すごい役立つアプリケーションを持ってきました。それがこちらのバイツプーっていうやつなんですが、こちらのバイツプー、こちらのアプリを使って今回バス乗り方を皆さんに共有していきたいなと思います。さあ、まず皆さんこちら見てください。こちらのバイツプーをまず押して、そうするとこういう感じで出てくるんですね。で、今アレンがいるのがここなんですけど、ここからまずは行きたい場所をここに押すと、マップから探すっていうのがあるんですね。ピックフォーマップからやってこう探すわけなんですよ。探して、で、ここですね。ここの、これシティモール、シティジョーン、ここに行きたいです。はい、で、ここを押しますと、はい、こういう感じで出てきます。この番号のバス乗れば行けますよってのがあって、まずは歩いてこのバス停まで、ハルピンっていうんですかね、そのバス停、今こちらに見えるバス停がハルピンなんですけど、ハルピンの方まで歩いてから行けるということで、35番のバス停ですね。はい、という感じで、バスの乗り方は分かんなかったんですけど、こういうアプリがあるっていうことを知ってから、すごくいろんなところまで行けるようになりました。で、ちなみに今回バスに乗るのもこちらの200チャットで行けます。はい、で、実際に今回35番のバスを探して、35番のバスに乗って行きたいなと思います。あ、今来ました。はい、バス見逃されてしまいました。はい、ヤンゴンのバス、なかなか捕まえるの難しくて、止まってくれないことたくさんあるんですね。はい、なのでしっかり見て合図してあげないと、運転手の方が飛ばしちゃうんですよ。はい、今アラームもやられましたね。でまだバス来るので、ちょっと粘ってみたいなと思います。はい、バスが今からこう来るんですね。あ、この21番のバス、はい、来ました。ちょっとこれに乗ってみます。35じゃなくて21番のバス乗ったんですけど、21番のバス実はローカルに聞くと行けるらしいって聞いたんですね。でもマップ上には35としか出てなかったじゃないですか。なんかミャンマーあるあるなんですけど、マップでは35のバスで行けますよとあるんですけど、実はなんかローカルに聞くとそれ以上にもっとバスの本数があるらしいんですね。はい、なのでなんか確実に行くのは35なんですけど、もっと本数実はあるんですね、アプリにはない。とか話に聞くと、この35でこの場所行けますよってあって、その番号乗ったけど全く違う場所に行ったとかっていうのもあって、やっぱりこのバスが確実にその場所に行くっていうのが、やっぱり少しまだまだのところがあったりして、実は。はい、で、まあ、今回あるみたいに35のバスで行けるんですけど、あえてこの21っていうローカルに聞いて、まあ、慌てて乗ったわけなんですね。はい、なので、まあ、そういったまだまだバス事情は難しいところなんですけど、今回のバイツプーさんですね、動画の下のリンクに URL 貼っておくので、そこからもしよかったら飛んでダウンロードしてみて使ってみてください。だいぶいろんなところまで行けるようになったので、ぜひ活用してみてくれたらいいなと思います。また次の機会でバスについてお話ししたいなと思います。お願いします。またー。